765、こちら八戸研究所、今週は南郷にお邪魔しています。グリーンプラザ南郷道の駅にお邪魔しています。今ジャズの館でお話を伺っているんですけれども、後ろではこうジャズが流れていて、とっても素敵な空間でお話を伺っています。今週は野菜南郷友の会、有泉義明さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は初日ということで、南郷の楽しみ方についてお話を伺いたいと思います。有泉さん、お話を先ほど伺ったところ、いろいろこう楽しみ方を知っているということなので、まずは南郷の楽しみ方教えてください。はい、まずね、若い方から、小さい子どもさんから、あの年配の方まで南郷に一日いて楽しめるというのが特徴になっております。はい、どういったところに行って楽しむことができますか？まずしま森の方とか、それから市民の森、八戸市民の森の方に行って、あとそこを散策しながら、今度はしま森の方に帰ってきまして、龍光山とか、それから高山神社、その龍光山の方は縁結びの神様がありますので、でから高山神社の方は子宝の神様があります。でそちらの方を十分楽しんでいただいて、もしお昼になったら森の直売所でご飯を食べるか、こちらの道の駅の方に戻ってきてご飯食べて、その後また、近くに道の駅のそばにはプールとか図書館がありますので、あとそちらの方でまた楽しんでいただき、で帰るときは道の駅で野菜を買って、美味しい新鮮な野菜を買って帰っていただきたいと、そういうふうな感じが一番いいと思いますけども。はい、先ほどお話を伺ったところ、朝からのプランがこうあるということで、まず朝からどういった見どころありますか？朝早くですけども、例えば朝も矢の館って、国蔵様のところにあるんですけども、その名前の由来は島森の方にですね、いつもじゃないんですけども、もやがかかるんですね、島森全体に。そうするともやがかかった状態で見れるという、それが一つの楽しみで、それははっきり言うとなかなか見るチャンスはないんですけども、写真撮る方、そういう方には絶好のね、チャンスじゃないかなと。朝もやを見る条件というのはあるんですか？朝もやを見る条件は、朝早くで、朝から、天気が良くなければダメなんですよ。はい、で天気がいいと、下からこう水蒸気が上がってきて、ある一定の線まで行くと、そのとどまっていますんで、その雲みたいになっちゃうんですね。それがなかなかそのいつなるかって言われると非常にただ天気がいい日じゃないとならないというのは確かですので、曇っていればならないんですね。だから天候が左右されますんで、いい天気の日に行かないと見れないと、それも早い時間に行かないと難しいと。早いというのは何時頃ですか？4時とか5時とか、はい、そういう時間帯ですね。本当に早起きして来てみると。はい、はい、そういうことですね。今日はグリーンプラザ南郷道の駅にお邪魔しているわけですから、この道の駅のお話もお伺いしたいと思います。南郷の道の駅といえば、新鮮な野菜たくさんありますよね。はい、ほうれん草とかレタス、キャベツ、大根、野菜無類は何でも新鮮ですので、そちらも自信持って美味しく食べれますので、たくさんあります。はい、やっぱり産直ということで道の駅ですから、本当に新鮮な野菜があって、やっぱり昨日採れた野菜とか今日の朝採れた野菜とか、そういったものが並んでいますか？そうですね、ほとんどの場合は前日採ったやつを今日の並べると。それで間に合わない方は朝、今朝採ったやつを今日並べるというような形になりますので、野菜自体はもう新鮮ですごく美味しいと思います。はい、やっぱり採れたての野菜というのが本当に美味しいですもんね。はい、あとまず食べてみるとね、ちょっと違うなっていうのが後で分かると思いますので、食べないうちは何とも言いませんけど、食べてみて初めて南郷の野菜って美味しいんだなということを実感していただければいいと思います。
はい、やっぱりね取れたてですからみずみずしさも違いますし、あとはこう野菜の味をこうそのまま感じられますし、甘さを感じたりとか、はい、そういった野菜も多いですよね。そうですね、昔と違ってね今有機野菜が非常に多くなっていますんで、甘さが野菜自体の、ね、甘さがどんどん出てきてますので、それ食べたらやっぱりちょっと昔の野菜とちょっと違う感じがあって美味しいと思います。有機栽培といえば体にもいいイメージありますもんね。そうですね、菌根いろいろこう今はテレビなんかでも騒いでますけども、何の病気に効くとか健康にいいとかっていう野菜も結構ありますんで、まあ、そちらはこちらでは生じはしてませんけども、とにかく南郷の野菜は美味しいです。はい、今の時期おすすめの野菜どういったものがありますか。今はレタス、キャベツ、その他ほうれん草とかね、あと大根とかカブとかそういうのありますけども、まあ、時期的に6月になるとこのさくらんぼとか、あと7月になるとブルーベリー、あと秋になりますと、ハロウィンとかそういうのもありますし、またそば祭りも始まります。それからリンゴはまずその12月11月頃からリンゴも出ますので、まあ、非常に多彩な野菜とかそれから果物がいっぱい出ますので、そちらが非常に楽しみだと思います。はい、野菜南郷友の会についてお話を伺います。野菜南郷友の会とはどういった会ですか。新鮮な野菜を一般の人たちに美味しい野菜を食べていただきたい、そういう集まりです。はい、この道の駅グリーンプラザ南郷で販売している野菜は野菜南郷友の会の皆さんが作った野菜ですか。そうです、みんな丹精込めた愛情込めた野菜ばっかりです。はい、この会に、野菜南郷友の会ではどういった野菜作っている方々がいらっしゃいますか。ほうれん草、レタス、キャベツ、モロヘイヤとかね、トマト、ブロッコリー、トウモロコシ、大根、カブ、いろいろこう何でもあります。何でもあると。はい、何でもございます。はい、今私がお話を伺っているのはジャズの館なんですけれども、この取材の前にちょっとお食事をいただきました。ピザがあったりとか、あとはパンケーキがあったりとか、こちらもすごく美味しいですよね。そうですね、意外と手が込んでいますので美味しいと思います。ピザはブルーベリーのピザがあって、パンケーキは生地にそば粉を使っているということで、こちらも南郷らしいなと思いますね。はい、そうですね、こう朝もやを見て、そして流行材に登ったり、ちょっとお腹が空いたなと思ったらこの道の駅に来ていろんなお食事を食べて、でその後は、やっぱり野菜を買って帰ると。そうですね、それが一番最高の一日の過ごし方だと思います。はい、美味しいものを南郷で食べて、美味しいものを買って帰って、またお家で調理して食べるというのはいいですよね。そうですね、はい、南郷の野菜、有機栽培のものが多いということですから、ぜひ足を運んで買って帰ってみてはいかがでしょうか。この後行われる南郷のおすすめのイベントありますか。近くに6月の初めなんですけども、島森の春祭り、国蔵祭りがありますので、そちらも楽しみにしていただいて来ていただければと思います。はい、島森の春祭り、国蔵祭りということですけれども、縁結びのところですよね。そうですね、流行山のどこですね。はい、ということはもう春祭りを楽しんで、そして縁結びもね一緒にしたらいいんじゃないかなと思いますよね。そうですね、若い方ぜひ来ていただいて、ここでお参りしたらちょっといい縁が結べるのかなという形で来ていただければ嬉しいと思います。はい、日時を教えてください。6月の7日なんですけども、前夜祭が6日になっております。では最後に有泉さんからリスナーの方へのメッセージをお願いします。はい、南郷に来ましたら、いろんな村民の方、今八戸市になっていますけれども、人柄がすごくいい方ばっかりですので、どこで聞いても親切に教えてくれますので、安心して来ていただければと思います。はい、ぜひ皆さん足を運んでみてください。暖かくなってきましたからね、ちょっと遠くにお出かけというのもいいですよね。
今週は南郷の楽しみ方お話を伺いました。お話は野菜南郷友の会有泉義明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。